殿、何が起きたんだ。デジヘッドが琴乃を連れてっちゃった。早く追いかけなきゃ。ほら見ろよ、ゴシッパーに貼られてた写真と同じだろ。絶対こいつ帰宅部だよ。なんでこいつら俺たちのことを。おい、そいつを話せ。ああ、なんでそんなこと。おいおい、こいつらも写真に載ってるやつだぜ。ミュウの良さが分かんねえなんてどうかしてんじゃねえのか。全員捕まえて教育してやろうぜ。くそ、相手は二人か。うわ、喧嘩だよね。写メ撮らなきゃ。何やってんだ。怪我する前にどっかに隠れてろ。分かったってば。そんな怒らなくてもいいのに。終わったら呼んでよね。くそ、くそ、もう少しで手がかりが見つかりそうだってのに。いい加減にしようよ。こっちはこんなクソみたいな世界、もううんざりなんだよ。何がミュウだ、何がカギピーだ、くだらねえ。ままごとならてめえらだけで一生やってろ。俺はさっさと家に帰るって決めてんだよ。あ、ショウコの殻が。よし、来た。これが俺の新切りのとはだいぶ違うようだが。うん、それぞれの心を反映して形状が変わるんだ。二つとして同じものは生まれないよ。この形は火星か。大きなお世話だよ。ユウ、ショウゴも目覚めた。いけるよ、刀を取り戻そう。新入り、協力してやっちまうぞ。ミュウの魅力もわかんねえようなダッセーローグが俺たちに勝てると思ってんのか。捕まえる前に軽く遊んでやるよ。勝負、準備はいい？ああ、帰宅部活動開始とするか。行くぜ。大したことねえよ。なんとかなったか。ぶっつけ本番でも戦えるもんだな。ありがとう、助かったわ。ごめんね、迷惑かけちゃって。それにしてもびっくりしたわ。何あれ、目の前で体が割れちゃうんだもん。あれこそユウたちが内に秘めてる心の形さ。普段しまい込んでる心が殻を破って出てきたと思えばいいよ。まあ、俺は新入りがああなるのを見てたから驚きはしないが、こんな力使って本当に大丈夫なのか。私がいる限りは大丈夫だね。
殻を破るほどの心を正しい形に保つのが私の役目だから。そういう存在がないまま感情を溢れさせちゃったのがデジヘッドだね。力の出所は一緒だよ。私の力が万全ならメイビウス中の心は正常に保てたんだけど、今は見ての通りだからユウたちで精一杯なんだ。なるほどね。アリア、ちょっといいかしら。ん？なになに、ことの？ね、なんかムズムズする。これが私の形。おい、ちょっと急すぎだよ、びっくりだよ。ごめんごめん、多分できるなって思っちゃって。お、俺と新入りに比べてなんかあっさりだな。あんな状態から発言するなんて異常なことだよ。一体何者なのよ。とにかくこれで戦えるやつが3人か。今までは逃げ回るしかなかったが、これなら。そういや、こいつらは俺たちが帰宅部だって知ってやがったな。一体どうして。おーい、終わった、みんな無事って。相手の人伸びちゃってるけど平気なの？しばらくすれば目を覚ますでしょう。帰宅部ってやっぱりなんかやばいことしてるよね。私の目に狂いはなかったね。学校でいきなり襲われるなんて今までなかったもん。びっくりしちゃったよ。別に何もしてねえよ。それより予定通り3年4組に行くぞ。勝負、準備はいい？ああ、帰宅部活動開始とするか。行くわよ。次もこう行きたいもんだ。琴乃さん、気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。決める。やるか。全力でいく。ショーゴ、無事？ああ、大したことねえよ。気をつけて。あら、ありがとう。優しいのね。行くわよ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。さっさとやっちゃいましょう。手加減はしない。やるか。行くわよ。行くわよ。
手加減はしない。行くぜ。決める。全力で行く。やるか。決める。無事？ああ、大したことねえよ。力だ。あの子に何かしたの？人聞きの悪いこと言うな。自慢じゃねえが、俺は相当奥手だぞ。そうよね。どうしたのかしら。たく、何が起きてもおかしくねえな、ここは。とっととミュウを捕まえて、ずらかろうぜ。教室に着かないっていうか、迷子みたいな。3年生の会って複雑だよね。ほとんど来たことないから完全に迷子になっちゃった。ああ、私たちがメビウス作ったって言ったでしょ。ここってみんなの思い描く学校のイメージのごちゃ混ぜミックスでさ、結構エキセントリックな構造になってるみたいで、まあ学校に限った話じゃないんだけども、メビウスの存在に特に違和感を持ってない人は道や場所がおかしくなっていることにも気づかないから問題なかったんだけどな。あのメカネっ子、妙に勘が鋭いね。ユウみたいに気づいてるわけじゃないみたいだけど、相当感受性が強い子なのかな。ねえねえ、3年4組まで道案内お願いしちゃってもいい？思い出したらすぐ言うから。よろしくね。それじゃあ出発！出発ナウと。全力で行く。行くぜ。決める。いい夢見れた？
勝負、準備はいい？ああ、帰宅部活動開始とするか。手加減はしない。ざっとこんなもんだな。さて、始めるか。全力で行く。やるか。決める。全力で行く。決める。このままじゃまずい。ここまでね。この教室にカギピーがいるはずだよ。私が見てくるね。いなかった。あれ、絶対ここだと思ったのに。ガセネタ捕まされたのかな。私としたことが。おい、本当にカギピーってやつのことを知ってるんだろうな。話と違うじゃないか。やだな、ちゃんと知ってますよ。ひょっとしてみんな疑ってる？じゃあとっておきの情報言っちゃおう。カギピーの本名は響健介っていうらしいんだな。ゴシッパーでそうじゃないかってつぶやいてる人見たんだよね。ネットの書き込み見ただけかよ。別にお前自身が知ってるわけじゃ。もっと、いや、美和坂くん、こんにちは。美和坂。こんにちは。琴乃さんは今日もお美しくていらっしゃる。誰誰？この爽やかなイケメン。写真撮っちゃおう。万年学年トップの美和坂英二くん。トップって成績？すごい。パシャッパシャッ。学生の本文をおろそかにしてないってだけさ。感心されるほどのことじゃない。足の速さじゃ佐竹くんにかなわないしね。まだ根に持ってんのかよ。へえ、人は見かけによらないもんですね。カシャッ。いや、いないな。ああ、
確かこの前卒業生代表してたやつだろ。だったら今は1年生になってるんじゃないか。え？マジかよ。入学式の時は新入生代表もやってたな。1年1組だったと思うけど。ん？ん？どういうこと？それより君ら帰宅部って連中のこと知らないか？おお、それなら。そっか、あいつ一年坊主だったのか。いや悪い悪い、何勘違いしてたんだろうな俺ら。何言ってるんですか、正吾先輩たちが帰宅。おっと、もうこんな時間だ。ほら行くぞお前ら、邪魔したな宮坂。ありがとう、美和坂君。もう、せっかくスクープを披露するチャンスだったのに。ペラペラ言いふらされたら困るんだよ。ほころびに気づいてるわよね。勧誘しないの？ん？誰でもホイホイ受け入れてたら目立つだろうが。頼りになると思うけどな、岩坂君。あいつにもほころび見えてるって知ってたら小太郎より先に声かけてたさ。それより鍵ピーだ、1年1組だってよ。行ってみよう。小太郎くんたちにもワイヤーで伝えておくわね。3年だったと思うんだけどな。ユウ、聞こえる？あのメガネっ子、やっぱりなんとなくメビウスのこと認識してる。だから記憶に混同が起きてるんだ。あのエイジってイケメンは完全に気づいてるね。ショーゴと何かあったのかな。さあ始めよう。手加減はしない。やるか。行くわよ。コツがつかめてきたぜ。
何か変な音が聞こえなかった？音？私には聞こえなかったな。勝負、準備はいい？ああ、帰宅部活動開始とするか。行くわよ。さあ、とっとと行こうぜ。やっちゃいましょう。手加減はしない。行くぜ。行くわよ。次もこう行きたいもんだ。
一緒にたくさんの人を幸せにしようって約束したんだもんね。うん、もっともっと私たちの歌を聴いてもらってたくさんの人を幸せにしちゃうよ。君も欲しいものとかして欲しいことがあったら何でも言ってね。私とアリアで頑張って叶えてあげるから。みんなが現実の辛い思い出を全部忘れられるような世界にしていくからね。ミュウ、そうだよね。早く本当のミュウに会って話をしなきゃ。もしまたミュウの残滓を見つけたら、今みたいに話を聞いてあげて。みんなにミュウのことをもっと知ってほしいんだ。やれやれ、キリがねえな。ショーゴ、ドカーンとやっちゃいな。次もこう行きたいもんだ。ショーゴ、準備はいい？ああ、帰宅部活動開始とするか。ショーゴ、無事？ああ、大したことねえよ。アリア、サポートよろしく。ヒュー、やっちゃって！行くわよ。次もこう行きたいもんだ。アリア、サポートよろしく。ヒュー、やっちゃって！行くぜ！行くわよ。これで終わり。どう？目覚めた？よし、先に進もう。この1年1組に響健介がいるんだな。3年4組だったと思うんだけどな。でももし本当にいたら大ニュースだし、その時はつぶやかなきゃ。小太郎たちとここで合流するから、お前も少しおとなしくしてろ。早くカキピー見に行きましょうよ。全員集まったわね。そっちは大丈夫だったの？いやー、デジヘッドに何度も見つかりそうになってヒヤヒヤでしたよ。小太郎先輩大きいから目立つし。あ、でもどうしてデジヘッドって襲ってくるんですかね。別に私たちが現実に帰ったって自分たちには関係ないのに。まあ根本は妙の楽曲にハマってないユウたちにおすすめしたい一心なんだよ。うわーってなもんで。そしてミュウの楽曲を聴いた人から生まれるエネルギーでメビウスは維持されてる。それを無意識化で知ってるんだ。自分たちの理想的で幸せな世界を壊されたくないでしょ、普通は。だからデジヘッドはユウたちを捕まえてメビウスを、ミュウを拒絶しないように洗脳したいってわけ。オーケー。
つまりデジヘッドからすると、私たちはこの世界を壊そうとする悪者ってわけなのか。私たち悪いことしてるんでしょうか。そんなわけねえだろ。帰りたい奴がうちに帰ろうとしてるだけだ。悪者なわけねえよ。なことより、奴らどういうわけか、俺たちが帰宅部ってことを知ってやがった。マジかよ。おい、まさか裏切り者でもいるんじゃねえだろうな。どうしましょう。そんな風には思いたくないけど、みんな注意してね。ねえ、まだですか。ちょうど話が終わったとこだよ。じゃ、行くとするか。いないみたいですね。やっぱこの教室じゃないんじゃ。はい、こんにちは。この町とドール曲をこよなく愛するミュークラストのみんな、元気ですか？カギピーです。おいおい、マジで本物かよ。俺声聞くの初めてだぜ。これって放送室にいるってことだよね。あ、私サインもらってこなきゃ。曲の途中だけど、ここでお知らせです。ミュークラストのみんなは、オスティナートの学士が情報提供を呼びかけている帰宅部って連中のこと知ってるよね。彼らはみんなが幸せに暮らしているこの世界に、ほころびと不協和音を生む異端者なんだけど、この帰宅部のメンバーが分かったんで発表しちゃいます。教室のテレビに注目してください。これがその御尊顔です。彼らを見つけたら捕まえて、ミュウの良さをおすすめしよう。おっと、今入った情報によると、彼らは今1年1組にいるみたいだね。なんだ、なんで俺たちの写真が。この写真だいぶ近くから撮られてますよね。やだな、太って見える角度だ。森田さん、なあ、はあ、やっぱりだ。ネットでせっせと実況してやがったな。お前、秘密だって言ったろ。フォロワー数伸ばしたくって、学士たちが帰宅部のことを探してるから、ファンの人たちがたくさんフォローしてくれるんだ。あ、でも誰にも喋ってないよ。ゴシッパーでつぶやいただけだし。たく、へりくつこねやがって。ああ、いっぱい来ちゃいましたよ。それにしても、よくまあこれだけ集まるもんだな。暇なのかね、こいつら。小太郎くんたちは下がってて、私たちで何とかするわ。なんだよそれ。かっこいい。説明は後だ。え、なにこれ、みんなどうしたの。帰宅部活動開始。手加減はしない。
全力で行く。行くわよ。手加減しない。やるか。全力で行く。よし、先に進もう。くそ、キリがねえ。こっち来ないでよ。やめろ。手を出すんじゃねえ。俺が相手だ。俺は戦える、戦えるんだ。お前ら悪者なんかに絶対負けねえ。待って、小太郎君、素手で立ち向かえる相手じゃないわ。震えるな、俺の足。ちくしょう、俺は強いんだ。こんなにでかいんだから。うわ、気持ちにまで。ゆう、ちょっと失礼。くぅ、俺がやるんだよ。やったねー。ゴーライボー。なんだこれ、でかい、かっこいい。小太郎もか。よし、そっちは任せた。一気に片付けるぞ。しゃあ、全部俺に任せとけ。なんなの今の。何これ、周りがなんかおかしく見えるんだけど。あなたも今の騒ぎで卒業しちゃったみたいね。それがこの世界の本当の姿よ。本当の姿って。今の騒ぎで卒業しちゃったんですね。あんまり大騒ぎしない方がいいですよ。デジヘッドにバレると洗脳されちゃいますから。洗脳とは人聞きの悪い。ただいいものをいいと勧めているだけですよ。こっちのことは筒抜けってわけね。監視カメラかしら。ミュウから聞いたことがあります。もう一人のバーチャドールの存在。あなたたちの力はそいつのせいですね。早めに潰しておきましょう。僕の名声もさらに上がるでしょうしね。放送室で待ってますよ。なの、あの子に食ったらしい言い草。早くこのケイスケってやつを捕まえてミュウの居場所を聞き出しちゃってよ。妖精が喋ってる。妖精じゃないし、喋るし。ほんと、写真はダメだよ。はいはい、事務所を通してね。こんなお騒がせ女ほっといて、早く野郎捕まえに行こうぜ。さすがに放ってはおけないわよね。小太郎くん、森田さんを安全な場所まで連れて行ってくれない？はあ？さっさと放送室行こうぜ。しかもなんで俺なんだよ。琴乃が行けばいいだろう。私じゃちょっとね。女の子を危険から守る役目なんて頼れる人じゃなきゃ。ほん、目覚めた力もすごく大きくて強そうだし、何かあっても大丈夫そうでしょ。だから小太郎くんなんだけどな。
よし、引き受けた。頼りないお前らは固まって先に行け。俺は後から追いつく。はいはい、よろしく。放送室前で待ってるぞ、小太郎。真打ち登場の前に梅雨払いは済ませといてやるからな。うわあ、扱い慣れてますね。よし、あの手が来る前に放送室に向かうぞ。やるか。決める。行くぜ。全力で行く。行くぜ。決める。手加減はしない。行くぜ。決める。よし、先に進もう。ちょっと待ってくれ。あそこにいるやつに話があるんだ。ミネさんは？またあんたか。新しい部員も入ったんだ。どうすればここから出られるか見当もついた。どうだ、考え直さないか。見当？やっぱり濡れるの好きじゃない。失礼。また振られちまったか。なになに、なんなの、あの超絶イケメンは。何食べたらああなるの。あいつは峰沢いずる。やつもほころびが見えるのは分かってるんだが、人間嫌いみたいだな。何度勧誘しても振られっぱなしなんだ。もしデジヘッドに狙われたりしたら、一人で対抗できるのかしらね。あのお騒がせ女はちゃんと安全なところに連れて行ったぞ。あとはカギピーをとっ捕まえてニューの居場所を聞き出すだけだぜ。よし、それじゃあ乗り込むぞ。罠の可能性もあるが、ここまで来たら行くしかねえな。ミフエちゃんとスズナちゃんはちゃんと後ろの方に隠れててね。了解です。は、はい。邪魔にならないようにします。準備はいいな。ミュウの居場所を聞き出してさっさとこの世界からおさらばだ。
さて、始めるか。手加減はしない。行くぜ。決める。よっしゃ、任せろ。ショーゴ、無事？なあ、大したことねえよ。アリア、サポートよろしく。ユウ、やっちゃって。決める。よっしゃ、任せろ。さあ、とっとと行こうぜ。油断しないでね、小太郎。小太郎様に任せとけ。やるか。行くわよ。やってやるぜ。さあ、とっとと行こうぜ。さて、始めるか。手加減はしない。やるか。行くわよ。よっしゃ、任せろ。コツがつかめてきたぞ。油断しないでね、小太郎。小太郎様に任せとけ。やるじゃないか、小太郎。やっぱ俺が部長の方がいいんじゃねえか。アリア、サポートよろしく。ユウ、やっちゃって。全力で行く。手加減はしない。手加減はしない。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。油断しないでね、小太郎。小太郎様に任せとけ。手加減はしない。
小太郎様にかかれば当然だな。油断しないでね、小太郎。小太郎様に任せとけ。手加減はしない。大活躍だね、小太郎。そう、次も俺に任せとけ。全力で行く。ショーゴ、無事？ああ、大したことねえよ。油断しないでね、小太郎。小太郎様に任せとけ。やるか。決める。チャンス到来。俺は絶対に負けねえ。Thank you.